ソメイヨシノ51の皆さんによるパフォーマンスをお楽しみいただきたいと思います。タイフェスバル福岡ではですね、このステージが日本初の公演となります。タイのオルレグループソメイヨシノ51をご紹介させていただきます。ソメイヨシノ51はタイ北部のシアンマイ出身で構成された25年のアイドルグループなんですね。今年3月に日の橋でデビューしました。今年デビューしたばかりなんですけども、すでに YouTube の再生回数はなんと64万回を超えています。また9月にはですね、新しいメンバー3人をですね関わっていて、彼女たちが、タイの軒坂46と言われており、タイ国内のテレビやイベントのステージなど幅広く活動しております。この機会にソメイヨシノ51を知っていただき、シアンマイにもぜひ足を運んでください。もう準備ができましたので、ぜひ皆さん盛大な拍手を彼女たちをお迎えください。それではどうぞ。
私はネオです。私はパミーです。私はアイです。チャオ。私たちはチェンマイから来ましたです。名前はソメイヨシノ51です。ไม่ได้มาแค่เพลงเดียวนะคะเราก็ไปสนุกกับเพลงต่อไปกันดีกว่านะคะเพลงดีกว่านี้ค่ะI'm sorry.
楽しんで、皆さん楽しんでますか？イエーイ！ทุกทุกคนนี่นะได้รับการตอบรับดีมากเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาให้น้องๆพักกันสักนิดนึงนะฮะมาช็อตですね彼女らに休憩という形でได้ข่าวว่าวันนี้นะครับมาจัดเวทีขึ้นเวทีครั้งแรกในญี่ปุ่นด้วยใช่初めてね来日して今回のタイフェスティバルっていう今回の舞台がですね初めて日本での舞台なんですけどももう一回ふんま日本考えますか初めて日本に来たんですよなのでねこの温かい拍手がですねどれだけ彼女がですね日本人は優しい人間だなっていうのがですね皆さんからの応援ですよね鬼見ケーマライチャレンカなทุกคนที่มาร่วมงานมันบ้างค่ะก็เป็นเกมพูดเสียงยาวค่ะอ๋อเป็นเกมพูดเสียงยาวลากเสียงยาวนะฮะให้พูดคำว่าไทยเฟสติวัลฟุกุโอกะค่ะให้ยาวที่สุดค่ะให้ยาวที่สุดแล้วก็จะให้รางวัลไปเลยค่ะแต่ว่าขอนะฮะเคียวนี่ですねあのゲームを持ってきたんですけどもそのまあゲームに参加したいその3名様基本に3本だか3名様ゲームを参加したい方手を挙げてはい彼女と来て来て彼女来て来て来てあじゃあお兄さんゲームやりますじゃあお兄さんが一人ですねはいじゃあお兄さん二人はいじゃあ、あのメガネあちょっと女性が一人が欲しいなすみません女性に来ます女性上がっていいですよあっこの子ああねはい3名様なんですけども、男女問わずそしてねその子供からねお兄さんまでもお兄さんですねおじさんで大丈夫ですか、はい、何歳ですか61です61あこんにちはこんにちは今何歳ですか5歳ですねはいじゃあお兄さん何歳ですか23歳です23歳ねいろんな世代でいろんなねあのゲームをあのやりましょう今日のゲームは改めてもう一回説明させていただきますゲームの内容をいろんなねさあ、ゴーเราจะให้พูดเสียงยาวค่ะคำว่าไทยเฟสติวัลฟุกุโอกะค่ะใครเล่าได้ยาวที่สุดเราก็จะให้คำว่าไทยเลยค่ะเนี่ย今回のゲームはですねタイフェスティバル福岡っていうね言葉を言うんですけども一番長く言える人が勝つなんですねはいその自信はありますかもうバッチリやってますおありますかないでないけど誰かねあのタイフェスティバル福岡っていうのはね言わなきゃいけないんですけども大丈夫かなちょっと難しいんですけどもねじゃあ一緒にやっていきまお兄さんがねあの手つないでお兄さんが代表としてお兄さんが参加するからもし勝ったらお兄さんが開けるからねね、そのプレゼントがねあの僕が代表として参加してるからじゃあ、まずは誰がいいのでかなあのね測るタイミングがあみんなか OK じゃあタイフェスティバル福岡っていう言葉ですね一番長く言う人が勝つんですねはい準備は大丈夫ですかあちょっと待ってくださいそこまで緊張ですかゲームをやるの緊張かそれともビチンの隣で緊張もう緊張しますビチンの隣から緊張ですよねはいじゃあ準備ができましたらはい、はい、じゃあお兄さんはい大丈夫ですかはいじゃあはい構えてはい真ん中、はい、真ん中でどうぞ、はい、じゃあ準備ができましたタイフェスティバル福岡
10.93 ですね。10.93。はい。もうもちろんね、大先輩、人生の大先輩だからこそ、キヨは貸すと思いますか？死ぬ。死ぬ。ちょっとね、救急車がないんですけども、できる限り長くね、できる限り。はい。じゃあ、せーの。タイフェスティバル福岡。ね、はい、ありがとうございます。いや、何秒ですか？いや、その5秒と11ですね。素晴らしかった、はい。そしてですね、お兄さんがですね、一緒にね、彼女の代表として僕がやります。もし僕が勝ったら、もちろんプレゼントがね、彼女になります。じゃあお兄さんの手を握りましょう。握りましょうちょっとね、あ、じゃあお兄さんが見守るから、じゃあいいですか、せーの、タイフェスティバル福岡。なので、カスの方は、お兄さんでした。ごめんなさい、お兄さんから不足で、はい、ご参加の2人がまたね、ありがとうございますが、じゃあ、勝った方ですね、そのお名前を教えてもらっていいですか？マサトです。マサトさん、マサト最高ね、マサトさんが今回タイフェスティバルインサ福岡に参加したきっかけは何ですか？タイに友達がいて、そのタイの友達に写真とかここで福岡でやってるよっていうのを見せたくて来ました。そうね、素晴らしい。そして FY51 の皆さんですね、どうですか？見れません、直視できません。はい、見れないですか？いや、もちろんですね、このタイ出身のアイドルが美人で、どうですか、踊りと歌は？いや、もう最高でしたね、はい、早く日本に来てほしいです。おお、いや、はい、まあ、デビューしましたよ。なのでもう景品が後ろの方にありますので、ぜひですね、はい、もらって帰ってください。ね、はい、ね、お兄さんが傘を差し上げますので、はい、お母さんが後ろに、はい、バイバーイ、ね。あとで、まあ、最後にまだ1曲が残りますね。ぜひ皆さん、最後の方に、最後まで一緒に、ま、盛り上がってください。もう一度大きな拍手、SY51 の皆さんです。さあ、やろう、ก็ไปกับเพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะคะ。ชื่อว่าเพลงสะพานสายลุงค่ะ。ไปหันทางไปนอนเดินไปอาจข้ามไป
ขอบคุณครับねえ、S551 の皆さん、まあ、改めて、舞台の前でですね、はい、ね、เป็นไงบ้างครับการตอบรับจากนะฮะแฟนเพลงชาวญี่ปุ่นรู้สึกไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่เรามาการแข่งญี่ปุ่นก็ต้องยังมีคนเชียร์ช่วยเชียร์ให้เราด้วยก็ขอขอบคุณมากๆนะคะพวกเรา S551 จะตั้งใจค่ะโอเคครับเนี่ย彼女たちが初めてですね来日してこんな温かく見守ってくれる皆さんがですね応援してくださる皆さんが彼女にはですねとっても嬉しかったようですねスースーですね、はい、スースーっていうのはですね頑張ってっていう意味なんですねで明日フミヤミが出演いらっしゃいますか明日の方にはですねまた彼女たちがもう一度この舞台で立ちますのでぜひ皆さんもですね立ち寄って舞台を見てくださいでทุกคนนี่มาจากภาคเหนือหมดเลยอ๋อไหนขอตัวแทนคนนึงในกรณีที่นะฮะคนญี่ปุ่นนะครับที่เขาไม่เคยไปภาคเหนือถ้าเขาไปภาคเหนือให้ไปเที่ยวที่ไหนไหนใครเป็นตัวแทนก็ต้องเป็นเชียงใหม่แน่นอนค่ะ彼女がですね出身はเชียงใหม่ですね北部の方のアイドルたちなんですけどももし皆さんがまだタイに訪れたことがなかったらタイに訪れた時にぜひチェンマイっていうですねチェンマイっていうタイの北部の県に訪れてほしいなと思うんですけどもチェンマイ見えないでいいかก็เชียงใหม่นะคะมีภูเขาเยอะค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆเลยค่ะแถมไม่พอค่ะผลไม้อร่อยมากค่ะอาหารนี่ก็แบบสุดยอดมากมากเลยค่ะอ๋อนะฮะ今ですねチェンマイっていうのはタイの北部ですね昔の都市まあ日本で言えば昔の鎌倉みたいなその都市がありましてでみんながその伝統とか文化がその地方に独特な文化があって気候もとってもね住みやすくそして一番おすすめなのはタイの果物が美味しいだそうですこれ前来かきねなช่วงนี้เป็นอะไรนะสตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่นี่หน้าหนาวค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะที่อาหารอยากแนะนำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงですねタイのデザートのข้าวเหนียวมะม่วงって言ってその持ち込みの上にですねフルーツ熟成したタイの果物マンゴーを乗せてココナスをねミルクをかけて食べるのがですね最高美味しいなのでぜひ皆さんもですねその彼女がおすすめしたタイのデザートを現地までタイの味を運んで食べてみてくださいขอบคุณนะครับวันนี้นะครับทุกคนที่ให้สร้างเสียงหัวเราะนะครับแล้วก็รอยยิ้มให้กับชาวญี่ปุ่นมากมายในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งสเตจนะครับก็ยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้สามารถร้องแล้วก็เต้นนะครับสร้างความสุขให้กับทุกๆคนพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับアイドル協会がこう結構日本を目指してどんどん自分の力とかも歌踊りその可愛いさを真似して自分がですね体力心の発祥するアイドルなんですけども日本のアイドルに近づくように毎日ですね努力しています今終わった彼女たちがですねそちらのブースに行って SY51 のグッズを販売しておりますので興味があったらぜひ立ち寄ってみてください